アメリカではオミクロン株の急拡大で1日の新規の感染者数が20万人に迫っていますニューヨーク州では入院中の子どもが全員ワクチンを打っていなかったことも明らかになりましたアメリカでは26日新規感染者数の7日間平均が19万8000人を超え今年1月に記録した25万人以来の高い水準となりました ニューヨーク市だけでは7日間平均で1万7000人が感染していて、ニューヨークタイムズの独自の試算では26日の新規の感染者が5万4000人に達したということです。また、ニューヨーク州の入院患者は5500人ですが、そのうち184人が子どもで、12月の初旬に比べておよそ2.5倍になっています。 入院中の5歳から11歳の患者は全員ワクチンを打っておらず、ワクチンを接種していない子どもの入院リスクが懸念されています。ニューヨーク州では先月から5歳から11歳へのワクチン接種が始まりましたが、接種を完了したのはわずか16.4%にとどまっています。